ばんは、今週も、入荷ブランドの紹介ですね、インスタライブを早速始めさせていただきます。まあもう年末です。なのでまあ秋冬物の、まあ、入荷に関してはもうほぼというのも全てですかね、まあ、終わっていますので、入荷が一旦落ち着くかと思いきや、まあ、早速次の、SS 2022年の、スプリングサマー、まあ、といっても、まあ、ちょうど冬春ということで、まあ、季節感のないこう定番物っていうのをこう入れてくれさるブランドが多いんですけれども、まさに今回もその感じで、季節感のない、まあ、シーズンレスな定番物っていうところを入荷してきたブランドがあります。2ブランドですね、まずはフレッシュサービス と、リノになります。あ、ちょっとね、並びはちょっとこだわってるんですけど、一応順序的には今日から発売になっています、リノが、発売しましたので、まあ、そちらからちょっと紹介させていただきます。まずリノからは、まずはリストック、まあ、あの再入荷ということで、まあ、うちでも人気のこのジージャンですね、トラッカージャケット、まあ、ビッグっていう名前で、あのちょっとゆったりしたシルエットの、ジージャンが入りました。今回も 1,2,3 でオーダーしてますね。あの1はあの結構女性のリノ のお客様があのいらっしゃってこう試着して買っていかれたりっていうサイズになってますね。であと、まあ、2,3 とサイズ展開されてます。でジーンズからですね、まあ、このメンズではこの2種類が今主軸になっておりますね。このちょっと見た目すみません、見た目だと分かるんですけど、ルーズテーパード と、テーパードの2種類です。もともとはルーズテーパードがリノのメンズでは初めて作られたジーンズで、あの結構お店でもですねすごく人気のある形なんですけど、まあ、太めで、で裾に向かってこのテーパードがややこう入っている形なんですけれども、まあ、こちらが最初に入って、でうちもちょうどそのあたりがだいぶもう完売しかけたあたりで、この新型のテーパードというタイプがですね、今年の秋冬の、後半に入ってきてました。でテーパードは結構かなり綺麗なシルエットですね。あの結構最近、本日もまあいろいろご試着いただいたお客様にもあの好評だったんですけれども、まあ、ウエストが結構キュッと締まっていて、で股髪が少し長めで、で腰回り、お尻周りをこうちょっとスッと包むようなシルエットで、で裾に向かって細く綺麗にテーパードが入っているタイプですね。まあ、ちょっとこの辺2つはちょっと履いていただかないと何とも言えないところではあるんで、まあ、もちろんあと今後はあの、まあ、着用画像であったりとか、あの、まあ、イメージルックなんかは、まあ、お店の方でも作っていきたいなとは思っていて、まあ、うちのお店結構各本当にいろんなブランドありますけれども、まあ、とりあえずこのインディゴのデニム探している方にはこうちょっと一番にお勧めしたい、特に今のタイミングですとこのルーズとテーパードが両方、まあ、履き比べられるので、まあ、ぜひちょっとこの時期ですね、まあ、秋冬物の、まあ、アウターとか、まあ、セーターだとか冬物はもうちょっと買い納めかなって方はちょっとこの辺ぜひあの、まあ、全然買う買わない別にしてはちょっとご試着していただけたら、楽しめるのかなと思っております。まあ、結構ですねこういうこう多分リベットもこうちょっとこう昔の打ち方というかこうちょっとボソボソっとこうなってたりするんですけど、多分今のこう機械だと多分こういうボソっていうのはなかなか多分できない、昔の機械が頑張って打ち込んでこうボソッと出ちゃいしまってるとか、結構そういうこう昔のディテールをですね、あとまあ機械なんかもこだわってわざとその昔の機械を使っていたり、まあ、ここのポケットだけでもオレンジとイエローの糸を2色こう使っていたりですね、あの結構昔のこう古いパンツとかには、あとまあこの辺の隠しリベットとかですね、まあちょっとこういったところはいろいろうんちくがあったりはするんですけど、まあ僕も昔はいろいろそういうのが好きで、まあ雑誌見たりとか、まあ、古着にちょっと触れてみて、勉強がてらいろいろ、まあ当時はなかなか高くて手が届くものが少なかったんですけども、
まあそういったちょっとこう昔のディテールをこれ踏襲している部分が、肩、裾のこのちょっとしたねじれ一つとってもですね、なかなかのマニアック度で作られているんですけども、形はなんか今着たい気分っていうところにスッと落ち着く形になっているので、まあもうまあ深いうんちくうんぬんではなくて、まあ純粋にこういったなんかシンプルでかっこいいデニムとか探している方には、まあぜひちょっと足通していただけたらなと思います。この2本本当にこの2本が同時に並ぶサイズ潤沢に並ぶタイミングは一応春夏秋冬通してなかったので、まあちょっとこのタイミングはぜひデニム探しの方はとりあえず履いてみるっていうところで試していただければなと思います。サイズは28から偶数で28、30、32、34、36とございます。まあ、あんまりこう某まあ大手のデニムメーカーとかああいったところのサイズと比べてもちょっとなかなか違いがあるので、まあぜひこちらはまあサイズの一応ホームページの方すべて載せてありますけれども、まあちょっと可能な方はご試着いただければと思います。とこちらは完全にこう定番という形で同じ素材で出しているシリーズで、こちらがまあ新作ですね。新作のストライプシャツバンドカラー、生地は一緒です。ただこれもオーバーサイズシャツというのは定番で人気の形です。でバンドカラーというのも定番で人気の形です。ただ素材が新しいです。こういうちょっとこう、なんですかね、まあ、なんか昔のなんかこう、スーツ屋にあるような、ちょっとレトロでいなたい感じのストライプなんですけど、まあ、ちょっと今のシルエットにこう落とし込むことでは、すごく雰囲気のいい。オーバーサイズは結構タックインだったりとか、ダボッと本当にこう、もう本当大きいサイズのシャツを、さらっと着てるような感じになりますし、バンドカラーの方はまあ比較的、オーバーではないんですけど、まあ、ちょっと本当緩めぐらいの感じで、プルオーバー風のこういうこう剣先が少しとんがってるんですけど、まあ、実際にはこう開けて着られるようになってます。まあ形は人気の形なんで、特に白シャツで持ってる方とか、今年の春夏もちょっと違う形のストライプとか出てたので、まあその辺ちょっと気に入った方にはぜひリピートもしていただきたいアイテムですね。はい、こちらシャツ2型です。あとは、靴下ですね。靴下も3種類登場しました。で形はやっぱ人気のものですね。このタンリブのタイプ、パイルでもふわふわのめちゃくちゃ履き心地のいいですねアイテムになってます。これが、チャコールとネイビー2色展開、まあ、深みのあるいい色ですね。すごく柔らかいですから、革靴とか最近やっぱスニーカーブームからその革靴とかでちょっとまだ足疲れるかなとかっていう人なんかにはかなり履き心地のいいソックスです。これは2色、短い方ですね。で長い方ね、長い方は結構まあお店の方は黒だけちょっと残ってたんですけども、やっと定番から入ってきました。白、まあ白も定番ですね。最近ちょうどなくなったタイミングだったんで、良かったです。あとはまあ今回コーヒーに例えた靴下、カフェラテ、エスプレッソ、2色ですね。今回このカラーリングの2種類です。あ、今回というか定番ですね。定番で出している2種類ですね。前回はうちはカフェラテは抜けていてエスプレッソだけ入れていたので、今回ガチャッと入れまして、まあ計4色、まあ秋冬の、ソックスですね。ちょっとこう足りなくなった方はぜひ、あとまあギフトシーズンなので、こういったちょっとギフトですね、まあ非常にこういいものとして、まあ多少こう2個セットとかそういう感じであげてもいいのかなと思います。まあ、そのセットの話続きでなんですけども、まあ、この人気のこの、リブソックスですね。これにちょっと新しいジャンルが仲間入りしました。まあ、ドドンとセットですね。
セットです。なんか白は定番なんですけど、一応それ以外のカラーに関しては実はあの単品では売っていません。これはセットのみのカラーになってます。値段が1万1000円なので、まあ純粋にこれ1本2000円なので、まあ本当にこう5足で1万円という形で、特にこうディスカウントってわけではないんですけども、まあギフトってことで、まあ結構靴下あげる方、まあプレゼントとかでもらうとめちゃくちゃ嬉しいと思うんですけど、まあなかなかあげる方からしたらなんか一足だとちょっとどうかなとか、まあプラスなんかちょっとうちだと小物とかお財布とか、まあそういうのとセットにして差し上げる方が多いんですけども、まあこのセットだったらまず十二分に満足感が得られる足数かなと思います。まあこういう定番カラーのもうですねに挟み込むようにして、まあグリーンとブルーのこのカラーリングがですね非常にいいですね。まあでこういう形であの差し上げるときなんかもですね、あのオリジナルの箱がついてますので、まあなんかサイズ感のことを言うわけじゃないですけど、ちょっとプレゼントあげるときには結構どんなにいいものでも、まあちょっとこう箱サイズが小さかったりするとこうあげるときのこうなんか迫力というか、もうそういったボリューム的なところを気にする方も多いので、まあこれだとガツンと5足セットですね。まあぜひあのご自分用で、はい、しっかりこの色のジャンルで履き分けて、コーディネート楽しむっていうのもいいですし、まあどなたかあの差し上げたい方にこの5色セットドーンと差し上げるのもいいんじゃないかなと思います。これが新作のソックスセットになりますですね。でリノは以上ですね。Gジャン、Gデニムパンツ、シャツ、靴下、ソックスになっております。で続いてが、明日発売のですね、これも結構前回ですね、まあ、厳密に言うとこれから説明するんですけども、ちょっと仕様が変わってはいるんですけど、まあ、前回も人気で即完売だったこのパーテックス、こういったちょっと木調の生地が特徴なんですけども、これが撥水と、まあ、速乾性、あと洗えるというのと、あと結構いろいろ機能が揃っていて軽くてすごい着心地がいいんですけども、まあ、ちょっと今回もサイズ参考のために私着させていただいております。上が M と L の2サイズ展開ですね。パーテックスジャケット、その前にあれですね、素材ですね。今回はインサレーションということで、こちら中に、特殊な生地が仕込まれてます。これ帝人社のオクタという素材で、これちょっとメッシュっぽい生地なんですけど、これ自体がこうちょっと厚みのあるスポンジみたいな生地になってます。なので裏地兼中綿という、機能素材ですね。でこれが、まあ、多分ちょっと生地の使用書、まあ、商品タグがこうついてますんで、このオクタとこのタンポポのこのマークですね、タンポポのこの形と、あとは表生地のこのパテックス、パーテックスは結構うちで扱っている秋冬のアウターなんかにも時々登場している生地なんですけれども、まあ、今回特に前回はこの1枚生地で薄い裏地が入っている軽いタイプだったんですけども、今回間違えないでいただきたいのはこの両方とも上下ともにです。上下ともに中にこのオクタという中綿兼裏地のこのスポンジのような形の素材が入っておりますですね。まあ、中綿と裏地を一体化した快適な機能素材、まあ、軽量であり保湿性に優れ、洗濯もできる、まあ、ストレッチが効いている交通器、吸汗、まあ、吸汗とか汗を吸うというので非常に機能が揃ったインナーになってますね。まあでも秋冬仕様になったからといってなんかあんまりそんな中綿感があるかというとそんなに、まあ、正直ないです。まあ、なので例えば前回上だけ買った人とか
下だけ買った人が、まあ、これにどっちかあの時セットアップにしたかったんだよねって方がいれば足しても全然問題はないと思います。まあ、逆に東北だったらなんかどちらかでもこう少しこの軽くて暖かいアイテム、かといって外見からはそんなにこう冬っぽく見えないアイテムがあればすごく便利なんじゃないかなと思います。裾と足と身頃の裾にはドローコードがついて今ちょっと絞りを入れてます。180の75キロぐらいですかね。で今トップスが L サイズで下が3サイズになってます。なんかもしかすると結構前回は相当すぐ完売してしまったので、あの気になる方はぜひ早めにチェックしてもらえると と思います。まあ、プレスプリングっていう形ですけど、まあ、冬春のアイテムになってます。で、それに合わせてこれは前回出てますね。前回出てる、まあ、同じですね。ファーテックスのこの同生地のキャップですとサファリ型のハットですね。サファリハット、プレスサービスで定番で出ている、コーポレートのバケハ、あのニューハッタンのものとはちょっとまた形状が違っております。なので前回あの春夏で秋冬の最初のうちに買われた方とかも本当さっき言った今回のアイテムで全部セット組めますんで、むしろジャケット持っててあなんかハットもあったらよかったなっていう形の方いればもうぜひここで合わせてもらえるとかっこいいですけどね。ですかね、刺繍が入ってめちゃめちゃ楽ですけど、まあ機能的でおしゃれですよね。あとは、まあ、キャップも癖のないですね。レイヤー仕様の型ですね。まあ、普通です。普通ですって言ってあるんですけど、まあ、普通にかっこいい感じですね。特にデザイン性はなく、シンプルにかぶれるので。まあ、雨風に強いので、まあ、この辺実際、まあ、今日もちょっとね、なんかさっきまで外は雨降って、ちょっと嫌な天気でしたけれども、まあ、こういうのパサッとかぶってしまえば。楽にコーディネートできるかなと思います。こちらが、明日ですね発売となります。でそれに合わせて定番のラインですね、まあ、さっきバケハの話しましたけど、そのバケハもちょっと本当にうちもやっぱ入ってきて結構すぐぐらいですかね、やっぱどうしても完売してしまって、まあ、半年待ちでやっと入ってきました。まあ、ニューハッタン製の刺繍入りのバケハです。まあ、ここはもうぜひプレサービスフリークの方にはおなじみ、あと、まあ、ステアワイズに遊びに来たことのある方であればなんか見たことあるなって方も多いバケハですね。まあ、サファリ型のバケハと違って、まあ、ニューハッタンの場合は結構カジュアルにかぶれるので、まあ、結構楽かなと思いますね。いいですよね。はい、カーキとブラックです。こちらはもう一応すでに発売しております。今日から発売してました。で、もう一つ、まあ、デザイナーの南さんのインスタでも、まあ、登場してましたけども、このコードリール、なかなかファッションブランドで、まあ、一応フレスサービスはグッズのブランドですけど、まあ、もうこういったブランドでなかなかこういったものを出すブランドは珍しいんじゃないかなと思いますけども、まあこちらもですね、うち前回も入荷してすぐ完売しました。まあ本当にこう延長コード代わりに一応お家の中で使ってもですねそんなにかさばらない、結構本気のものに関しては結構もっと大きいんですけれども、なんかまあ例えば軒先の、まあ、ちょっと DIY で使ってみたりとか、まあ、お家の中でちょっとこう片隅にタコ足配線でバシ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 ってこう配線があるよりかもですね、まあ、こういったものがちょっとポチンと置いてあっても非常に可愛いんじゃないかなと、結構ご自宅用に買っていかれる方がうちはほとんどでした。はい、なのでこちらのコードリールも今発売しております。はい、今週はこの2ブランドが発売となります。で一応お店の方では、
今週の日曜日まで、あの先週土曜日ですね、まあ、非常に大盛況で非常にあの盛り上がっておりました。あの本店スタッフの山本さんにもご協力いただいて、あの、まあ、お買い物を楽しんでいただけたかなと思うんですけども、一応今週の日曜日までですね、あのマーカーウェアのポップアップも店内で開催しております。で、実はヒュージスウェットとか一部の商品でまだあのなんとか本店からフォローできるものに関しては、実は、今回平日中に投入してます。なのでちょっと土曜日、先週の土曜日で特にヒュージスウェットとかちょっと買い逃された方は、一応1食ずつかな、1、2点ぐらいしかないんですけど、あの補充もされてるので、まあ、ちょっと今回週末タイミング逃された方も、もしちょっと今週お時間あればですね、まあ、何かしらちょっと掘り出し物はあるんじゃないかなとは思いますので、なんかそちらも合わせてぜひぜひ、あの、まあ、年末ですね、まあ、そろそろも本当に最後になってきましたけども、あのお買い物のお役に立てればなと思います。まあ、冬のファッションもやっぱ今ちょうどこういったあったかいものとか機能性を感じられるこう季節になってきたので、まあ、うちのお店どっちかっていうとこういう機能性のあるあの服とかですね、まあ、そういったものを結構、まあ、僕個人も好んで結構着る方なので、まあ、こういった機能素材のこうアイテムもですね、まあ、ぜひあのリアルタイムで着てもらえるのかなと思います。はい、まあ、今日もですね、ちょっと足早にというか、ちょっとこのブランド数だったのでサクッとご紹介させていただきましたけれども、あのぜひですね、あの、まあ、これのご紹介だけだとちょっとこう伝わらない部分もあるかと思うので、そういったわからないこととかはぜひあのこちらのインスタのアカウントの DM だったりとか、あとホームページからのメールなんかではあのぜひ随時お受けしておりますので、あのぜひぜひ気になる点がありましたらお問い合わせください。あとはもうぜひお店に来られる方はぜひあの着て、あの特にデニムとかですね、あの特にこの辺もそうですけど、まあ、ちょっと着なきゃわからないもの結構多いので、まあ、ぜひちょっとご試着して検討していただければと思います。はい、では今週のインスタライブはこの辺りで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。